うってよくない急に自分の性癖に素直になんないで。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。アルパカを撫でめることに関してはアマチュアのさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。はい、せーの、ゴールデンクロニクル天気予報。テレレレレレン。東北はつぶらな瞳、かわいい。東京はパエリアとなりますでしょう。臭そうだな。関西ではホチキスの氾濫が見込まれますのでご注意ください。急に関西だけ危険じゃない各ご家庭のホチキスが氾濫するかもしれない。怖すぎんだろ。めちゃめちゃ怖いと思う。ということで今回ですね、こちらでございます。ツイステ。ツイステ、はい。ツイッターランドステージ。どこだそれ。ツイハイたちによる宴ツイステッドワンダーランド。よく聞きますね最近。最近聞きますね。はい、大人気っすね。大人気っすね。はい、何それ。ということで今回はプロの絵師だったらツイステッドワンダーランド、名前からキャラデザ当てられる説無理難題ビーム今回はツイステッドワンダーランドということでやっていきたいんですけれども、はい、ミリシラ企画の第4弾ということでね、うん、はい、あの大好評いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。そう、さやさん絶対好きだから、はい、あの見てみてくださいって言われたところをもうお預けですよ。ツイッターでツイステッド、ツイステッドワンダーランドっていう出てくる、ね、うん、ツイートを表示にすると相変わらずのこの徹底ぶりでこの企画に臨んでるんですけれども、許されませんよね、このかまぼこの群れに放り込む。怖すぎるんだけど、これ何なの。これは、うん、あの嘆き流星群を眺めるかまぼこの群れを率いてるちくわ。あ、これ飛んでる腹巻きだよ世界観渋滞しすぎてトラフィックジャムなの。トラフィックジャムって何、まあ、ということで早速やっていきたいと思います、はい、思います。レッツラー追配。はい、じゃあ第1弾として、はい、寮の名前とキャラ名をセットでね、いただきました。いただきました、はい、ハーツラビル…ん？ハーツ…ちょっと待って、ハーツラビル…ハーツラビュ…ハーツ…田舎者になってみ。ハーツラビル寮のリトルロズハート言えるんだよ言えるんだよハーツラビル寮の言えてなかったな第1回戦はハーツラビル寮のリドルローズハート、はい、リドルローズハートくん、はい、くんくん。いや分からんけど、でもリドルって男の子の名前だよね。確かにね、なんかリドルってあれだよ、あのハリーポッターとかだとさ、ボルデモートが昔トムリドルみたいな名前だった。ああ、そうだそうだ。いやだってローズで、うん、ハートでバラとハートでしょ、ラビルですよ、うん、でハーツで来ましたらもうこれは世界観一つしかないですよ。そう、ヘラクレス。頭の中でホワ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 って僕も今想像してたのが、いきなりなんかギリシャ神話の神々にぶち壊されたのにハデスによって冥界の門が開いたんだけど今絶対違うだろ。ディズニー関連だからって言って、うん、そうとは限らんけど、ゲーム制作者目線に立ってみても、うん、両ごとに個性満載のキャラクターを作るのがやっぱりこう人気の秘訣なんじゃないかなと思うから。そうね、結構雰囲気の寄ってるキャラクターたちのチームをいっぱい作るっていうのはね、っていうことなんじゃないかなと推測しつつも、はい、ではじゃあ第1回戦リドルローズハート。じゃあ今回も5分間でいきましょう。はい、ではよーい、ラビル。ペポペペポペペポポポポ。さあいくよ。ローズハートでしょ。ローズハートね、多分ね王子様系だよ。いやマジね、それはね、うん、思う、普通に思う。でね、金髪だよ、金髪でね、あの声優さんは桜井孝宏。声優さんとかもあるのかね、やっぱり。あるんじゃない。あるか。なんかあの生徒会長っぽくない。あーでもわかる、こう、うん、トランプ柄みたいな。あーそう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 。どハート柄、どハートのキングよ、キング。いやなんかね、やっぱね、あのイケメンはねマント翻さなきゃいけないっていう法律あるじゃないですか、日本国にも。ねねえじゃねえよ初めて聞く法律をいきなり施行しないでください、ここで。え、知らないんですか。知らないですよ。うそ。じゃあできましたと。できました、リドルローズハート。いきますよ。いきますよ。せーの。ででん。ひそかやん。あー確かに言われてみればね、こういう目のあたりのね。ねえ、なんかちょっとミステリーチックな感じだね。そうそうそう、ミステリアスで、うんうん、なんかちょっとね、イメージだと藤田和弘さんの作品に出てくるイメージ。カラクリサーカス？あ、そうそう、カラクリサーカスとかに出てきそうなイメージのキャラクター。トランプがすごい速さでシュッ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 、そう、トランプをシャッって使って、うん、敵に向けてシュッ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 ってやって、ゲイさんどの道でしらでもさ絶対敵がいるよね、うん、確かに。なんか必ず何か倒そうとするよね。だから言ってんじゃん、ジャンプだ
俺頭の中ジャンプでいっぱいなんだよいやでもこの人にさ、うん、助けられたくない？どう？助けられたいと言ったら私の方が王子様っぽくないですか？お前顔がさスコールレオンハートじゃねえかお前これ。やめろスコールレオンハートみたいな社交性ないやつと一緒にするの。俺それはそれでスコールのいいところなんだけどねお前フェイフェイトのモンペ出てきたぞ許してあげて口調はどういう感じなの？え君たちみたいな感じ。あそういう感じなんだ。君たち喧嘩はやめたまえよとかって言ってくる桜井貴博が。君たち喧嘩はやめたまえよ。嘘やだちなみに僕はですね、あの、うん、人気声優使います。誰？花江夏樹さんがさこの感じのタイプのやつ。あーいいね。だったらもうメロメロじゃんみんな。ロメロメだ。メロメロのロメロメのメロンメロンの夕張って感じよね。なんでで美味しそうだなどのぐらい合ってるんでしょうか。楽しみだな。そしてはい悲しいお知らせです。はい今回から投票ができます。あーそうだYouTube さんがですね、初めての人には説明すると、うん、いつもこの企画どっちのデザインがいいってそう投票してたんだけど、どうどう2020年6月10日により、うん、利用者が極端に少ないため廃止いたします。そんなの出ないよ。バカ野郎、こんな使ってるチャンネルもねえぞ。そうなんですよ。なので皆さんコメント欄で後ほど投票お願いします。はい、お願いします。次行きましょう。では次は2回戦、今年のドラえもんの映画に出てくる新キャラを当てるゲームの始まりんですけども、さて今年はどうなりますかね。ゲンさん、お前の頭の中がミリシラなんだけどサバナクロー寮のサバナクローレオナキングスから。かっこいい。かっこいい。これは、うん、ライオンキングでしょ。あ、そういうこと。え、だってサバナ、サバンナでしょ。サバンナクロー、サバンナの爪のレオキング、キングでしょ。ライオンキングじゃん。でスカラで、あの、あれでしょ、あの防御力ヒューって上げるんでしょ。急にドラゴンクエスト出てくんじゃねえお前。よく分かったね、ドラクエのネタって。分かるだろ誰でも。嘘、尊敬しちゃう。もしかして夫婦だったんじゃない。やめときます。やめるんだではよーいスタート。ピンピン。いやでもね、ごめんね、ちょっと正直言います、うん、はい、あのそれがし、はい、性癖に素直になりますということは、あのね、ごめんね、はい、おじさんね、少年王ってことが大好きなの。うわ、出たよお前。野生味あふれたこうショタカの王様ってことでしょ、私の心のコンパスによると。いきなり出てくるんだ、シンドバッド。はい、大好きです。人生は冒険 だったり知ったこともあったけれども現実が一番あ、やめろ。やだそんな、シンドバッド。少年王ってよくない急に自分の性癖に素直になんないで。あとね、ファミキーが入ってるとか好きよ。前世が言ってた、それって前世がわかるって言ってた。私あの前世はイギリス生まれだったんですけどね、おしゃれよね、私の前世。待って待って、服待って、学校待って、そう学校だからきっとなんかね、ちゃんと制約っぽい良さはあると思うんでね。待って待って、ちょっと待って、野性味の部分だけちょっとなんか喋れなんかもう最後一人で盛り上がってるからもういいかなと思っちゃって今。いやなんかこう元気いっぱいな最初だがさ、たくさんさ子分連れてさ、実はめちゃめちゃ頭いいとかそういうのが本当に好きでさ、ガオー、あーかわいい、楽しそうだなせーの、デデン、セクシーお姉さんや、うん、めちゃめちゃ、待って、何かぶってる。あ、かぶってるお前、近いというとこれあれじゃねえかよ、うん、スカーの方じゃねえかよ、ライオンキングの。確かに。で、じゃあ CV はゲンさんの好みから推察するに沢城みゆき、はい、どうせねあの僕沢城みゆきさん好きすぎるんだよね。あのお姉さんタイプの沢城みゆきさんか結城葵さんが好きっていう、うん、はい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 、何ですか見たことあんぞこいつ。それ自分の引き出しの中から連れてきただろこいつ、完全に連れてきました。引き出しにも入ってないもん、もうだってもう棚の上にいるもん。もう置いていてなんだよーってで来るこの顔のさ、うん、パーツさ、多分もう目つぶってかける気がするもんえ、言ったの、やってみ。オッケー、いいよ。じゃあここにさやさん目つぶって、うん、はい、じゃあ急遽検証企画、はいはい、絵師自分の性癖目をつぶってかける説、よーいスタート。さやさん本当に目をつぶっております。ダメだー学園ハンサムみたいになってるじゃないですかお前、あご、いやでも見て、え、同じ顔だやっぱり引き出しの外にいたわ。いたよ
もうショタ系もいる気はする。うん。なんか誰かしらショタぐらいいるんじゃないかとか思っちゃう。ショタの需要って大変に高いと思いますね。うん、このレオナちゃんはね、正直幼い頃、はい、拾われててほしいね。幼い頃ライオンに育てられてるタイプだね。あー、そういう系ね。ハイエナにやられて、うん、このスカーみたいな傷がついてる、で、ボロボロになってるところをライオンの王に助けられるわけ。嘘。だからね、そういうね、境遇があってこその、うん、このお姉さんだけど。次第3回戦これすげえよ名前こちらディアソムニア領のマレウスドラコニア、はい、マレウスドラコニア今までのやつだと名前から想像がついたんだけどソムニアマレウスドラコニア何なんだよつまりドラちゃんの仲間ということではだからドラえもんの伏線回収するのやめろよ今年の夏に出るかもしれませんねなんてタイトルでのび太とディアソムニアの大冒険もうだったらのび太とツイステッドアンダーランドですねじゃあいきますよよーいディアソムニアイケメンなんでしょうねっていう感じはやばいよねだってマレウスって、ねうん、名前からもう私もうねあちょっと待って今ピラミッキーの下嘘、うん、ごめんね君と僕とじゃディズニーのね情報量が違うんだよ え知ってるわけじゃないでしょいや知ってるわけじゃないあないねいやただねなんか何の作品に近しいのかみたいなのが、まあ、ちょっと分かった気がするのマジもう僕だからドラコニアって言われてるからさ、うん、フェアリーテイルっていう夏ドラグニルだみたいな感じだった夏ドラグイメージで言うと僕ドラゴンのイメージあるけどこの人あ待ってこれただの趣味待ってこれただの趣味でもなんかほら言ってたしじいちゃんもばっちゃんもお前の好きなものを書きなさいすごいいいこと言ってるけど違うこれ待ってやめてやったこれやったな大変だどうしたのお前に世界をくれてやろうみたいなこと言いそうなんだちょっと待って待ってどうしようどうしようということで最後ディアソムニア領のマレウスドラゴニアせーのダダン学校を見に知らしてるんですけどこのおじさんなんかバトル要素もあるんじゃないかとでスマホゲーなわけじゃんあまあねスマホゲーって結構さバトル要素あるじゃんうんいや絶対こいつだってほらくれるもんね世界お主に世界を半分やろうっていうタイプだよね半分やるし妻連れ去るし、うん、今のはメラじゃないメラゾーマね頑張ったんだけどそんだけしか出ませんでしたただのタコじゃんじゃじゃん、はい、はい、ごめんなさいね趣味にいややめてくださいいいじゃあさやの理想通りにしていいやめてくださいぶん殴っていいかいこいつやめてくださいぶん殴って前髪垂らさせるのやめてくださいおいこれもう見たことあんぞてかどっちもドラクエじゃねえかよじゃんうわやったねこれはいやもうこれ先生だから、うん、先生あ先生なの、ね、あそうそう先生、うん、先生じゃあこれ学生のトップお前学生なのツイステッドワンダーランドを滑ってると言っても過言ではないぐらい強そうめちゃめちゃ強い答え合わせの時間ですということでじゃあツイステッドワンダーランドミリシラ3人キャラクター書いてきましたがはい私の私による私のためのツイステッドワンダーランドがサヤステッドワンダーランド完成しました敵だな敵のねじろに行ってさ各部屋ごとにこいつは俺が引き受けるって言って主人公たちが一体ずつ引き受けるタイプの悪役になっちゃったねうん間違いなく悪役なんか出たね好み、うん、なんか出ましたね、まあ、じゃあ早速答え合わせしていこうかはいしてまいりましょう大丈夫かなリドルローズハートはいかわいい待って待って待ってデザインデザインじゃない待ってデザインじゃない待って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 待まさかの新聞当てなんだけどいや本当に信じてほしいこれは知らなかった本当にマジマジマジ毎回知らんないんだけど毎回怪しまれるじゃん僕たち、うん、当たりですよこの可愛いビジュアルにあの可愛いお声がそういうことですねね可愛いねうわ男の子だねめっちゃ可愛いねデザインで言うとあーこの僕らがトランプ感これなんか袖の感じ見てやっぱりあれだねアリスなんだねそうねアリスの世界観なんだねねいや僕はちょっとカッコつけてる花江夏樹さんだったねあーそういうイメージだったね、うん、ちょっと聞いてみないと分かんないから後でちょっとゲームはやってみよう、うん、じゃあ次レオナキングスからいきますよはいさやさんお願いしますオッケーレオナキングスからせーのドンおレオナルドじゃねえかこいつどこあ髪の毛が多いところとか結構似てるんじゃないかな進めるなよバカ野郎お前うそ絶対今レオナまで打った時に予測変換で検索してるレオナキングスカララこういう系ね俺様っぽい前開いてるのと合ってんのよく見て、うん、腕につけてんのぴったりあ、ほんとだ入れ墨よほらあ、入れ墨入れ墨ほら獣耳なんだライオンの騎士みたいな感じなのかなあれなのかねね、うん、かっこいい褐色ねいやでもこいつも褐色のイメージだから私も褐色のイメージそう、うん、お揃いだね友達になろう
破局。なんでね。ごめんね、破局癖ついてんだ。つくなよ。マレウスドラコニア。せーの、ドラン。うわ、待って。え、耳、耳じゃない、なんだこれ。角。待って、でも僕もドラゴンの角は生えてる。じゃあそれはいいんです。なんで、なんで生やしてる、生やしてる、角生えてる、耳、釣り目。角の感じ。待って、待って、人型、マジで合ってるね。角生えてる、うん、なんかこうイメージカラー黒、はい、でなんかほら火出てる。何火出てるって。火出てるって、なんだ、火出てるわ俺も。いや、お前の火いらん火やから。なんでだ。いや、お疲れ、源さん、今日の収録ね、お疲れ。リズムとバトルで紡ぐディズニーヴィランズ学園アドベンチャーゲームだったよ。ディズニーヴィランズだったの。ヴィランズ、え、ピほら、今一度見て、ヴィランじゃん。俺たちみんなヴィランだったじゃん。ヴィラン味強すぎて。なんかあの全員懲役何百年とかついてたタイプだと思うな。役に立てる気ない解説タイム。今回はリドルローズハートくんを書いていくでやっそい。いやー、ついしてね、イケメンばっかりでね、さやさんぜひともやってくださいという声をいただいていたので、もう始めましたよ。さやさんもね、主人公の名前はお豆ちゃんですよ。よろしくお願いしますね。登場人物全員が私のことお豆ちゃんって呼んでくれるからね。イケメンに何読ませてん。でね、リドルローズハートくん、あの世界観がね、アリスの国の子ということでね、メインは赤色ですね。だけど、あの黒とね、黒のマントの裏地が赤になってて、こう対比がはっきりしてる感じが出したかったので、最初はほわーっと塗った後にくっきり黒を入れていくというのを意識して頑張ろうと思ってた。いやー、ちょっと今日いい声だったな。照れちゃうの。ラッピー照れちゃうの。ザーザーみたいに呼ぶんじゃねえ。いや、ちょっとこれライトだって、ドライヤーないと物足りないっていうお声いただいたから。いいから、もうミリペン入ってる。いやね、今回はね、全然、あ、ほら影入ってった。そう、あのリドルハーツくん、マントのほか制服が白なんですけど、白をそのまま白のままにしちゃうの寂しいのと、あとね、くっきり影入れたかったので、最初薄い色で赤、薄い赤色で影入れた後薄い紫で、最後にくっきりはっきりな黒で影を3回ぐらい入れてますね、白いところは。で、色鉛筆でさらに強調して、白目入れて、白抜きして、ローズ。完璧だ。最後だけうまく決めに行くのやめてください。解説を、一発撮りの解説の方うまくしてくれないですかね。いや、もうこっちとらね、ドライヤーと最後のね、このタンタンってかけてるのよ。わかる？わかんねえ。この一発撮り解説のね、あの職人の朝は早いのよ。遅えだろ、いつも。11時起きで。お豆ちゃんを愛せ。